こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではファッション初心者の方におすすめしたい休日用のスニーカーを3つご紹介をしてみたいと思います。休日にですね、どんな靴を履こうかと悩んでいる方は結構多いと思うんですね。それは選択肢が多いからです。例えば革靴もありますし、スニーカーもあります。その中でも結構細分化されていろんなものがあるので、じゃあどれを選べばいいのかというところで悩んでいる方きっと多いのかなと思います。ですので今回は具体的にこの3足からまずは揃えるといいよということをですね、解説をしてみたいと思っています。その前ですね、最近の休日用の靴というのはどのようなトレンドになっているのかというところをざっくりと解説したいなと思っています。今から5年ぐらい前、僕が1冊目の本を書いた時にはですね、休日用の靴というのはスニーカーが2足に革靴1足揃えておくといいですよという提案をしていたんですね。これはなぜかというと、その時にはまだですね、革靴みたいなものを僕は上げていたんですね。例えばスエードの靴だとか、あとはローファーみたいなものが1足あると着こなしの中に結構馴染みやすいですよという形でお伝えしてたんですが、最近の流れとしてはどんどんカジュアル化しているので、本当に3足ともスニーカーでいいんじゃないのかなというふうに僕は感じています。というのもスニーカーの中にもきれいめなスニーカーもあればカジュアルなスニーカーもありますので、3パターンのスニーカーがあればいろんな着こなしに対応することができるからです。これからですね、トレンドというのが大きく変わって、また革靴が流行るということもなくはないかなと思うんですが、全体の流れとしてはどんどんファッションというのがカジュアル化していくというところは大きくは変わらないのかなというところを押さえておくと良いかなと思っています。その中で僕が持っておくと便利だなと感じているスニーカーをこれから解説をしてみたいと思っています。まず1足目のスニーカーなんですが、もうこれは動画の中でもおなじみなんですが、こちらですね、ホワイトのレザースニーカーですね。こういったものがあると非常に便利なのかなというふうに思っています。なぜこういったものが便利かと言いますと、2つ理由があるんですが、まずはどんな着こなしにも合わせやすいという点があるんですね。例えば僕が今日着ているようなネイビージャケットを着たような少しきれいめな着こなしの中にもこういった白レザースニーカーというのは合いますし、あとはもっとカジュアルな着こなしですね、パーカーをメインとしたようなラフな着こなしだとか、ナイロンパーカーを使ったようなスポーティーな着こなしにもこういった白のレザースニーカーというのは非常に活用ができるので、万能なんですよね。ですので1足は持っておくといいのかなと思っています。あとはですね、全身が暗い色合いの時にもですね、こういったものがあると差し色になるので清潔感が出しやすいんですね。そういった点でもこういったものが1足あるとめちゃくちゃ便利なんですね。具体的にはですね、まずこういったスタンスミスですね、アディダスのスタンスミスがこの白レザースニーカーにおいてはもう一番の定番なのかなと思っています。スタンスミスといってもいろんなものがありまして、後ろを見ていただくと分かるんですが、この部分ですね、ここが緑になっているものとかネイビーのものが定番なんですが、期間によって限定でいろんなものが出てます。僕のものはブラックですね。これはデザイナーとのコラボレーションモデルなんですが、こういった人と被らないスタンスミスというものを持っておくと便利かなと思っています。ABC マートとかでも売ってるんですが、そういうところよりもセレクトショップなんかに並んでるスタンスミスはちょっと限定ものだったりするので、そういったものから取り入れてみると良いのかなと思っています。だいたい価格は1万5000円前後するので、ちょっとハードルが高いなという方にはこちらですね、結構穴場だなと感じているんですが、ザラのスニーカーは結構おすすめです。こういったレザー系スニーカーは特にこうスポーツブランドのロゴも入ってないですし、デザインシンプルですごくいいんですね。ですのでファストファッションブランドの中では断然スニーカーはザラがいいのかなというふうに思ってますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいなと思います。だいたい金額はですね、半値くらいじゃないですかね、7000円前後ぐらいで買えますので、ザラですとかアディダスのこういった白レザースニーカーを揃えておくとまず1足目としては良いのかなというふうに考えています。はい、続いて2足目なのですが、これはブラックですとかネイビーですとか濃い色のスニーカーがあると便利なのかなというふうに思っています。先ほどの白レザースニーカーというのは明るさが出せるという点で非常に便利なんですが、1点だけですね、デメリットがありまして、やはり汚れやすいんですね。もし気軽に履くのであれば、ネイビーですとかブラックのようなこういったレザースニーカーの方が断然ですね、ガシガシ気軽に履きやすいかなと思っています。
で、白のレザースニーカーに比べるとこちらの方がですね、ちょっと革靴ライクな感じがするんですね。 4,5 年前だと休日用の革靴というのもお勧めしたんですが、その代わりにですね、ブラックとかネイビーのこういったレザースニーカーが非常に多くなってきているのかなと思っています。こういったシューズであれば結構ビジネスカジュアルの場面でも履くことができますので非常に重宝するんですね。ブラックジーンズですとかブルージーンズですとか、あとはスラックス系にも合いますね。いろんなボトムスに合うというところでも非常に使い勝手が良いのかなというふうに思っています。で、こういった濃い色のスニーカーなんですが、こういったソールの部分まで真っ黒だとかネイビーのものもあるんですね。そうすると結構重たく感じてしまうので、こういった本体がネイビーですとかブラックで、ソールの部分がホワイトのものの方が抜け感があって良いのかなと思っています。こちらのブラック系のスニーカーであれば、例えばビューティー&ユースだとかユナイテッドアローズなんかのセレクトショップで買うことができます。あとは先ほどお伝えしたようなザラにもですね、結構いいものが並んでいますので、そういったところでブラックだとかネイビーのレザースニーカーを買い揃えると良いのかなと思っています。そして最後3点目なんですが、これはスポーツブランドの少しこう厚底系のスニーカーがあると今っぽい要素が取り入れられるのかなと思っています。で、今回僕が持ってきたのは私物なんですが、こちらですね、はい、ホカオネオネというブランドのもので、もともとはランニングシューズなんですが、少しソールが厚みがあるので今っぽい雰囲気が漂うスニーカーになっています。他にもですね、例えばナイキのエアマックス97ですとか、ニューバランスのスニーカーも多いですね。定番の M996 ですとか、こういったスポーティなものを取り入れると着こなしの中にアクセントになりますので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいスニーカーなのかなと思っています。こういったスポーティなスニーカーというのはスニーカーというジャンルの中でもカジュアルになるんですね。そういったカジュアルなスニーカーに対してボトムスまでカジュアルだと全身がカジュアルになりすぎてしまうんですね。ですのでブルージーンズのようなカジュアルなボトムスにはこういった厚底系のスニーカーはあんまり合わせない方がいいかなと思っています。一方でブラックジーンズですとかホワイトジーンズ、あとはスラックスのような少しきれいめな要素があるボトムスにあえてこういったカジュアルなスニーカーを合わせた方がバランスが取りやすいかなと思っています。先ほどの白レザースニーカーですとかブラックレザースニーカーが割と真面目で綺麗めな要素があって遊びがあまり感じられないんですね。その点こういったスポーティーなスニーカーに関してはトレンドを入れながらですね、その時々に気に入ったものを差し込んでみると良いのかなと思っています。僕も前回はナイキを履いていましたし、今回はホカオネオネを履いていますが、また次はニューバランスにしようかなという形で、割とこのスポーティーなスニーカーに関してはその時代によってちょこちょこと雰囲気を変えるようにしています。はい、ということで今回は、ファッション初心者の方におすすめの3足のスニーカーを皆さんにおすすめをしました。おさらいをすると、白レザースニーカーとブラックレザースニーカーとスポーツブランドのちょっと厚底系のスニーカーですね。この3つがあればですね、どんな着こなしにも比較的合わせやすいのかなと思っています。例えば冬の着こなしで全身がブラック、ネイビーで暗くなりがちだなという時にはホワイトレザースニーカーを入れてあげれば一気に明るさを増すことができますし、ちょっときれいめな着こなしですね、レストランに行く時なんかの着こなし、ジャケット着るような時にはブラックレザースニーカーを合わせてシックにまとめるのも良いかなと思います。で、休日でファッションを楽しみたいなという場合には足元をちょっと今っぽいぼってりとした厚底のスニーカーを履くことでトレンドを楽しんでみるというのも良いのかなと思います。それぞれ違った個性のスニーカーを3足揃えておけば様々な着こなしに対応することができますので、ぜひこちらの動画を参考にしながら休日用のスニーカーというのを買い揃えてみていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。